独協大学同窓会広報委員会の高木ですこれから同窓会で様々な動画ニュースをお伝えしていきたいと思います今日は昨年11月に就任されました須藤新会長にお話を伺いたいと思います須藤会長よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします独協大学同窓会第11代会長に就任しました須藤昭弘ですよろしくお願いいたします 今日はご紹介がてら須藤会長のこれまでの歩みをお聞きしたいと思いますまずはじめに学生時代の一番の思い出は何だったんでしょうか一番の出来事は第五回大学祭現在の有志祭の実行委員長を務めたことですねこの時独のならではの催しとして初めて花火を打ち上げました何か新しいことをやって独協魂を見せてやろうと思ったんです 夕日祭の花火は私も実行委員として関わりましたが須藤さんたちが始められたのですねもちろん学生の力だけではできず企業や地域のサポートあってのイベントでこのことは学生として初めて外部の大人の方たちと関わる良い経験になりました。卒業後は朝日ビールにに入社されたのののですよね人間の喜怒哀楽とともあるものとして フードや飲み物を扱う仕事に魅力を感じました。でも、私が就職する頃はまだ指定校生で、独協大学からの先輩は一人もいませんでした。入社試験を受けるのにも苦労しましたが、思い切ってチャレンジしたことがプラスに評価されたようです。その後、会社の発展とともに、さまざまな経験を積まれたそうですね。入社当時、アサビールは業界三位が定位置でしたが、 そのある商品をきっかけに大躍進をいたしました当時の社長のできない理由ではなくどうしたらできるかを考えろという言葉の下会社全体で変革に取り組みました結果考え方一つで物事は変わるということを実感しましたこの会社の変革を経験したのは大きいですねその後さまざまな外食会社の経営に携わり 次々と改革により黒字化されてきたと聞きますがまさにその経験のたまものなのですねさて同窓会長としての抱負についてお聞かせください本年は同窓会創立50周年記念を祝う大事な年を迎えました記念すべき50周年記念事業を進めることはもちろんですがと同時に同窓会も大きな転換点に差し掛かりました転換点 ご承知のように、独協大学同窓会は2011年に一般社団法人となり、それまで以上に経営の責任と明確化が求められることになりました。その中で浮上してきたのが、これからの同窓会の在り方と、創立100年に向けての持続可能な経営感覚です。これれにはは今後の財政問題も避けてはれません。 同窓会は卒業時までに収める終身会費によって運営されていますが毎年の卒業生の数が変わらない中で長寿社会によって会員数全体は増え続けていますいわば日本の年金問題のような現象が起きているわけですね非常に難しい問題ですが例とすればわかりやすいかもしれません国の内外も大学もそのような時代だからこそ 私たち独協人は正しい道を選択して未来を先導する役割が求められているのではないでしょうか。大学発展への最適な応援活動とは何かをみんなで追求しながら変えて良いものと変えてはいけないものを見分ける知恵と勇気を持って取り組みたいと思います。大変変厳ししいいいいお話かと思いままたがまさに考え方一つででで物事は変わるのですよね幸い幅広い分野で リーダー的役割を発揮中の会員が増えてきておりますこれは母校の誇りであり同窓会にとって大変貴重な人的財産です一人一人の会員諸氏の燃える熱き心を結集して必ずやその新しい道を開きたいと思います私たち同窓生もその熱き心を大切に50周年そしてさらに100年に向けての 同窓会をともに盛り上げていきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。